個人的に、えーまあ、南海トラフよりも、まあ、危険度が高いということで、えー、での方でも何とか、えー、説明したことがありますけれども、えー、千島海溝巨大地震、えー、これはいつ発生するのかということで、えー、説明させていただきたいと思います。であのー、ここで見るに、えー、この数字というのは30年以内に起きる確率です。でこれで見ていくと、マグニチュード8.5って70%以上。 を占めてるんですねでこれどういうことかというと、えー、この十勝沖地震ですとかね十勝春川沖地震とかっていう、えー、過去の地震の例を見ていくとまあおおむね50年に1回という程度で、えー、マグニチュード8っていうのはやってきてるんですねで、えー、前回が2003年だったかな、えー、そのくらいだと思うんですけども、まあ、もし間違ってたらすいませんまああまりちょっとね、えー、専門家ではね、えー、決してないので えー、そこまでの数字とかっていうのは、まあ、はっきり把握してるわけではないんですけども、そ、えー、の十勝沖地震、まあ、少なくとも、まあ、20年前だったということには一応なりますね。えー、20年ぐらい前だったので、まあ、そこからも20年の月日がまあ開いている。そうなると、おどのずと30年以内の確率っていうのはね、えー、極めて高い部類に入っていくということではございますけども。 ただ、超巨大地震とういう形でこう見ていきたいと思うんですけども、えー、この千島海溝でこう起きる地震というのは、最大でマグニチュードが9.3にも上ると言われています。で、この9.3という、えー、ものなんですけども、東北地方太平洋沖地震が、えー、マグニチュードが9.0でしたので、えー、それをも上回る地震ということになるわけですね。 でマグニチュード9.3とは一体どの程度なのかということなんですけども、えー、マグニチュード9を超える地震っていうのがそもそも世界で見ても数例しかないんですよ、えー、かなり珍しい部類でして、えー、東日本大震災の前でいくとスマトラ沖地震ですねであとはチリ地震ですけどもこれが1960年の話になりますで あのこの超巨大地震という、ね、カテゴリーに、まあ、マグニチュード9以上だとなるわけなんですけどこれの地震っていうのは、えー、本当に世界中で見ても、えーまあ、あまり例のない地震ですただ記録上ないだけで、まあ、実際はおそらくですけどもその場所にもよるんですけど2 3 0 0年に1回とか、えー、あとは500年に1回という程度で、えー、その超巨大地震っていう巡りがおそらくやってくるのではないかと。 いうことなんですねで、えー、南海トラフとかの場合で言うとスーパーサイクルはおよそ300年ほどと言われてますね300年から400年、えー、これは、えー、前回の、えー、スーパーサイクルが放映、えー、地震だと言われていますであのー、日本海溝でいきますとですね、えー、東北地方太平洋気地震の前のスーパーサイクルは上岸地震まで遡るなんていう話がしてたんですけども え前の動画の方で、慶長三陸地震が、えー、この津波の高さから見るに、えー、東北地方、台北地震に匹敵する津波の高さであったということから、えー、この津波というのは、えー、その地震の規模の大きさによって比例するものだと個人的には思っています。えー 当然地震のメカニズムのマグニチュードが、ね、規模が大きくなると、まあ、あの津波マグニチュードというのがあるんですねで。この津波マグニチュードもそれに比例するがごとく大きくなっていくっていうのが、えー、当然ありますので、地震の規模としてはマグニチュード8.5を優に超えていると思うんですね。まあ、そうすると超巨大地震なのかなというふうには思いますので、おそらく東北地方太平洋気地震の前回の スーパーサイクルというのはこの慶長三陸地震のことを指すんだと思うんですよね。慶長というのは江戸時代の初期、初めの頃ということになりますので、まあ、そこから大体いい、えー、計算上ですけど、ざっと計算上ですけども、えー、ざっと300年から300年、えー、失礼しました、400年ですかね、ちょうどきっちり400年という値が一応出ていますので、まあ、これ400年に1回、えー、という程度でこう起きているのだとするのであれば。 えー、1611年に起きた地震なんですすよねで上地震が、ね、800年代で,すでこれで見ていくと1200年代にも記録上はないんですけどもおそらくスーパーサイクルは多分あったと思うんですね。でそしてなんですけどもこの東北地方、まあ、日本海溝ではマグニチュード8クラスの巨大地震というのがこれがまあ大体30年から50年の間に1回ずつです起きてます。 で宮城県沖が、ね、特に活発的で、えー、マグニチュード7クラスの地震が30年に1回、えー、30年といってもです、ね、30年未満に1回なのでかなりの速いペース、えー、ハイペースで宮城県沖は、ね、マグニチュード7以上がこう来てか、ま、観測されています、えー、宮城県沖だけで切り取ってもマグニチュード8クラスがです、ねえー、100年に1回のペースで来ているという感じではありますので まあいかにこの日本海溝の、まあ、そこのところっていうのは分かるんですけどもで千島海溝のデータがまるで残ってないんですよね結果,あの結果論なんですけども十勝沖ですとか根室沖ですとか、まあ、比較的ここ最近の地震ですよねここ100年の間に起きた地震っていうのは、えー、気象庁なんかでこう調べたりとか撮ったりとかっていうことで、まあ、一応記録上としては残ってるんですけどそれより先のところになると記録上残ってなかったりするんですよね、えー、古書とかね、えー、古文録とか えー、その北海道のなんかアイヌ民族のです、ねまあ、なんか歴史物なんかを見ればおそ、まあ、らくそういったことっていうのは、ね、一応、えー、記録されてはいるんですけどもそれをんでしょうかね解析するまでには全く至ってないんですね。えーまあ、結果論なんですけども日本自体でこうどういう形で、ねえー、地震が過去起きていたのかっていうことが分かってきてないっていうところが全く多いので、えー、ほあの地震予測っていうのがもうはっきり言ってできない状況下にあるんですよね。 この過去の地震を、えー、こう切り取って、まあ、大体どの程度でどの単位で、えーまあ、起きてきているのかっていうのが、まあ、分かればすなわち、えー、その先の地震が、まあ、ある程度、まあ、大体どのくらいに起きるのかっていうのは想定することができるんですよね。でえ千島海溝沿いでの巨大地震につきましてもです、ね、この地震本部というところが、まあ、あるんですけども えこれを見ていても不確実性ということで、まあ、やはりデータが少ないの、ね、で、えー、ちょっとあの次のところが、うんな,まあ、なさそうな感じがするんですよね。えー、あの地震本部で一応こう見ていくと、えー、この巨大地震に関しては、えー、まあ4つの地震に分けられます。えー、そのまず 沈み込んだプレート内のやや深い地震、まあ、これはよく北海道で起きやすすい地震ですねでこのプレート内のこう深い地震とかって見ていくとですけどもほこれが起きますと、えー、割と今までのデータ上から、えー、結構大きな地震とかに、えー、直接的に <laughs> <laughs> 失礼しました結び付きやすいっていうのが分かってきてるんですよ。 なので深い地震があったときには、えー、念のため北海道内は、えー、2週間程度、3週間程度はまあ注意しておく必要はあると思いますで。沈み込んだプレート内のやや浅い地震、そしてプレート間、プレート境界型の地震、そして開口軸、外側、まあ、アウトアライズ地震のことですね、でこれがまあ4つの部類に分けられます。 で、陸の,のプレートの話が、ね、出てきてるんですけども、これに関しては海溝にはまあ全くほとんどとして影響はないという、えー、海溝型地震にはね、まあ、ちょっと適さないということで、まあ、これは省かせていただきます。そしてプレート間,、えー、プレート間のこう地震を含めまして、4つのこう分類にさせられるということなんですけどね。 でこのプレート間地震につきましては、超巨大地震、プレート間巨大地震、一回り小さいプレート間地震、えー、海溝入りのプレート間地震、さらに4つにこう分類されるということでございますね。えー、ということで、えー、堆積物ですね、堆積物の中でこうちょっと見ていくんですけども、えー、これで前回のスーパーサイクルの話が、ねえー、一応出てきてまして、17世紀だそうです。 17世紀でマグニチュードが8.8程度だったそうです。というのがこれが樽前というところなんでしょうかね、樽前じゃないな、これが。えー、とキータップ、えー、出現で行われた津波の堆積物ということなんですけども、えー、深さが10センチまでにはまあ、泥とか炭とかが溜まってまして、そこから下なんですけども、火山灰、樽、えー、前の、うん、火山噴火、そして北海道駒ヶ岳の火山灰、そして えー、さらにその下で見ていくと2 0ンチからまあ大体3 0ンチの間に津波の堆積物が埋まっていたんだそうです。でこれがまあ大体1 8ンチぐらいです。まあ、この堆積物からのこう厚さ的に見ていくとかなりの、えー、津波が押し寄せていたことが、えー、分かると思いますので、えー、これがまあ大体17世紀頃に発生したと思われます。これが前の スーパーサイクルだったかなということなんですけどもちなみにこのスーパーサイクル17隻型の地震っていうのが発生確率がなんと 7%, 年7から40%が極めて高いんですねそれ以外のところで見ていくとですけどもマグニチュード8とかで見ていってもね場合によっては70%を超えてるようなところもこうあったりさらにマグニチュード7程度でも見ていくと 80%90% とほとんどの地点でね超えちゃってますね えまあこ,このような形で見ていくとですけども、南海トラフよりもまあ本当に下手したら危ない評価をえ地震本部ではされていますのでまあ南海トラフなんかに気を取られていますとこういった地震というのはねえもうはっきり言って見逃されてしまってまあに逃げ遅れが発生してしまう可能性もね極めて高くなるのかなということなんです。よ。 まあこれす、ね、べ、えー、てに言えることなんですけどもどこでね地震が起きるかっていうのははそれは分からないので、まあ、日々の備えというのはやはりどこも、えー、重要なのかなということが、ねまあ、分かりいただけると思います。えー、東北近辺にお住まいの方は、ね、2011年の東北地方太平洋地震の局、ねえー、がありますので、まあ、比較的、あのー、その局を生かせれば被害というのは最小限に食い止めることはできるのかなと思うんですけども。 ただ北海道ですね、えー、これというのが、まあ、北海道南西沖地震とかっていう、ねえー、例がまあ,ありまして、その教訓がどこまで生きるのかというところなんですよね。えー、ただ北海道内でこう見ていくと、津波がこう押し寄せる範囲というのが、ねまあ、一応こう様々でして、まあ、多分おそらく千島海溝上の地震なので、えー、南西側ですとかオホーツク海側、日本海側とオホーツク海側にはおそらく津波は到達、ま,あ、ま,あまずほとんどしないとは思うんですけども。 ただ、あのー、この太平洋側ですとかね、あとは苫小牧ですとかね函館の岬、函館の中までは結構津波が来るなっていう、ねえー、シミュレーションがありますので、まあ、こういった近辺というのは、えー、注意していく必要があると思います。はい、えー、ということで。 え先ほどお話したトカチあのこの千島海溝でのこう地震なんですけどもここ最近で見ていくと1993年の、えー、釧路沖地震マグニチュード7.5、えー、平成6年1994年に北海道東北地震マグニチュード8.2があったということですねそして平成15年これは先ほど言った通りのやつなんですねマグニチュード8の十勝沖地震、えー、まこう見ていくと えこれ10年の間に3回マグニチュード8の巨大地震があったんですね、えー、まあこれは立て続けに発生したということで、まあ、おそらくこの3つの地震というのは、誘発地震と見ていいと思いますね、特に釧路沖地震と北海道東北地震は、えー、この前者と後者が1年置きのね範囲でしかまるでないので、もうこれは完全に直接的な、ねえー、意味をこなしているのかなとは、個人的には思いますね。 はいということで、えー、本日は最後まで皆さんご視聴していただきありがとうございました。えーまあ、超巨大地震っていうのはね、まあ、いつ起きるのか分かりません。まあ、いつ起きてもいいよ、日々の備えっていうのはね、えー、どこまで大変な切だと思いますので。<laughs> えまあ南何回でも今回示した千島海溝のみならず全国で地震というのは、ね、当然考えうるわけではございますので、えー、まあ避難経路の確認ですとか、ね、ぜひあの津波とかが来た時には、ねえー、どうすればいいのかというのを改めて見直す機会になればなというふうには思いますね。えー、風化させないようにしてください、えー、東北地方太平洋地震みたいなあいた地震というのは、えー、必ずまたどこかでこう起きる可能性というのは、ねえー、当然あるかなと思います。 えー、決してね、まあ、過小評価とかっていうことは、ね、絶対にしないでください、特に東北地方、太平洋沖地震の際には、えー、この過小評価がものすごく多くてです、ねえー、その津波に対するその考えというのが、まあ、ほとんどなくて、それでまあ行方不明者だったりね、えー、亡くなってしまった方が、ね、多数いらっしゃったわけですね。 特に気象庁なんかも、えー、津波の高さを明らかな過小評価してしまって、えー、来る津波の高さが3メートルとかっていう、ねえー、話が最初、初期はあったんですけども、えー、3メートルどころではありませんでしたね。えー、あの場所によっては40メートル近い、えー、40メートル以上の津波が押し寄せていた地域もありました。これは宮古市なんですけどね、まあ、こんなものが来れば、ね、3メートルどころの津波の話じゃなくて、 1m 程度の、ね、津波でしたら堤防をさすがに超えないというところは、ねまあ、今はあるんですけども 40m の津波はさすがに耐えきれないですからね、まあ、決して本当に過小評価しないように、ねえー、していただければなという,ふうに思います、えー、1m の津波がもし超えたのであれば、まあ、それはねほぼ死を意味するということですね 3m の津波が超えたとするのであれば家はほとんど流されていくものだと思いますのでまあこれを、ねえー、ぜひ ねえー、まあ頭に留めておければなと思いますね。